皆さんこんにちは、こんばんは。宇都宮市の観葉植物店グリーンバイブスです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は前回ご紹介させていただいたご自宅のルームツアー後編になります。前編は概要欄にございます。後編ではなんとこちら植物専用のお部屋、贅沢ですね。こちらのルームツアーに行ってみましょう。こちら側が南窓だそうです。明るさバッチリでどんな植物も元気に育ってくれそうです。こちら側が東窓になりまして、こちらもたくさん植物ございますね。午前中の日光もとても大切になってきます。そして棚をうまく使って植物を飾られているということで、壁の棚も素敵ですね。それではこちらの植物専用部屋のルームツアー行ってみましょう。床にはまず様々なラグが置いてあって、とても明るい雰囲気になっておりますね。そして植物たちたくさんございますが、まずはハンギングプランツから行ってみましょう。こちらの東向きのハンギングプランツは、ホヤたちが多く飾ってあります。そしてこちらのビカクシダの苔玉、とても成長されたということで嬉しいですね。ありがとうございます。カーティシーが置いてあったりしますけれども、ホヤベースにハンギングをされていらっしゃるということです。とてもたくさんね種類ありますから面白いですよね。ブラックエッジだったりとか、こんな感じでホヤの、プビカリクスシルバーピンクが置いてあったりとかもしますね。それぞれ素敵なハンギングに、かかっております。そしてエアプランツはご自身でワイヤーを作ってディスプレイされているとのことだそうです。素晴らしい。そしてこちら南側の窓にもたくさんのハンギングプランツがございます。クローズアップしていきましょう。まずはこちらスキンダプサスですね。トレビ、高級霜降りステーキと呼んでいらっしゃるそうです確かにという感じですけれども、あとはマランタが置いてあったりですか、ケルコビアナフィリーですね。こちらも綺麗な、植物ですよね。はい。そしてこちらにはフィロデンドロンミカンスですね。本当に日差しが綺麗に入っていって、この時期植物たちもすごく喜んでいるように見えますね。このベルベット感のあるフィロデンドロンミカンスもお気に入りとのことだそうです。そしてこちらには、マランタ、レウコネウラ、エリトロネウラ、この呪文のような名前の植物、何度かこの YouTube に登場させていただいておりますけれども、とても人気な植物ですよね。はい。そしてリプサリス、こちらは紅葉して新芽がピンクになっているようです。グリーンバイブスリプサリス大好きでございます。はいはい。そして行ってみましょう。こちらはですね、折れてしまったホヤプビカリクスシルバーピンクを土に刺したらこんな風に成長したということでどこまで行くんでしょうか。楽しみですね。そしてこちらの棚にはシンゴニウムがたくさんございますね。その他にもペペロミアが置いてあったり、テーブルヤシやザミオクルカスも置いてありますけれども、こちらはピンクジュエルですかね。こうピンクの穂が入る植物になりますけれども、シンゴニウムはとても育てやすくて丈夫な植物だと思いますので、グリーンバイブス的にもとてもおすすめな植物でございます。そしてこちらの段にはカラテアたちがおります。カラテアもとてもユニークな柄の、品種がたくさんあるので、とても人気の高い植物ですよね。ビューティースターだったりとか、こちらが、ベルベットグローリーだったりとか、マウイクイーンもお隣にございましたね。はい。そしてこの下にはアロカシア型ございます。そしてアフェランドラダニアもございますね。こんな感じでここにもまだたくさん植物置けそうですね。今後が楽しみという感じでございますが、こんな感じで南側はブラインドになっていて、明るい日差しが入ってくるようになっています。そして東側の窓の下にもたくさんの植物がこの専用部屋で優雅に暮らしておりますので、そちらも一緒にルームツアーしていきましょう。めちゃくちゃ大きなアロカシアですけれども、こちらはアロカシアポリーですね。こんなに大きく成長されたんですね。素晴らしい。
そしてアグラオネマのチャイナレッドですね、発色が素晴らしいですけれども、お部屋のアクセントにもなってくれているそうです。それからアグラオネマのスノーホワイト、こちらも、ステムが真っ白でとても綺麗ですよね。とかアロカシアゼブリナ、このね茎のところが蛇柄みたいで結構かっこいい植物ですね。はい、こんな感じで、あとはゴムの木が置いてあったりとか、奥にはこちらですね、ポリポジウムブルースターなんですけども、こちらはケムシちゃんと呼んでいらっしゃるそうです。あのモケモケが出てくるのでね、ちょっとケムシちゃん、あのすごく共感します。そしてビレッティアも大きく成長しております。こちらには様々な植物ございますね。クテナーテとかペペロミアだったりとか、あとはこちらがですね、フィロデンドロンプリンスオブオレンジなんですけれども、オレンジのオレと呼んでいらっしゃるそうです。だいぶ省略されてますけど名前が。ユニークな名前をつけるのも面白いですよね。はい、そしてベンジャミンバロックもめちゃくちゃ大きく育っておりますね。育てるのがとてもお上手ですね。そしてこちらにはフィロデンドロンホワイトプリンセス、こちらも立派ですね。大きくなってますね。それから、ホヤのクロニアンシルバーですね。こちらも綺麗な植物ですよね。お上手に育てられております。こちらがアロカシアラウテルバキアナ、そしてリプサリス来ました。こちらもユニークなリプサリスですよね。はい、こんな感じでアロカシアもたくさんございます。そしてこちらの、ユーフォルビアプルピナータはグリーンバイブスですごくセールの時にご購入いただいて大きく育っていらっしゃるそうです。嬉しいですね。そしてセットサが置いてあったりですとか、またこちらですね、これもめちゃくちゃでかい、こちらは初めてグリーンバイブスにてお迎えいただいたアロカシアアマゾニカだそうです。ありがとうございます。めちゃくちゃビッグサイズになっておりますね。上手に育てられて素晴らしいです。そしてまだまだございます。こちらは植物部屋の奥側になります。こんな感じで、植物の棚たくさんありますけれども、以前からお持ちの棚だったりスツールを、植物のディスプレイ用にして、現在とてもお気に入りだそうです。そしてこちらもね素晴らしいですよね。素敵なオブジェアートと植物がめちゃくちゃ癒されます。こんな感じでポトスのグローバルグリーンがこう垂れてあったりとか、這わせてあったりしますね。こんな感じでダラーンと垂れて上にも這わせてあったりして、すごく癒され空間になっております。そしてこちらはモンステラジェイドシャトルコック、こちらはとても育てやすい植物で、テリバでとてもかっこいい植物になりますよね。それから、カラテアが置いてあったりとかもしますね。オブジェもとてもユニークなものが飾ってあって、めちゃくちゃ癒され空間でございます。そしてこのアロカシアクプレアの存在感激ヤバですね。めちゃくちゃでかくて素晴らしい。これなんかもうトゥルヌーントゥルルーンってなっておりますけれども、なんかブドウみたいな、宇宙みたいな感じですね。素晴らしい大きさに育っております。そしてこちらは、株分けしたミニクプレア、クプレア素晴らしいですね。はい、今どれも素晴らしく元気に育てられておりますけれども、そして、こちらには、フィロデンドロのスーパーアトムがあったりとか、もちろん、湿度計温度計もありますね。そしてグリーンバイブスで購入していただいた、ポトスライム、今はこんなに成長したということでだいぶ大きくなってますね。確か 3.5 ぐらいのサイズだったはずだと記憶しております。ありがとうございます。めちゃくちゃ大きくなっておりますね。こちらの壁側もとても素敵な空間になっております。そしてお次はこちらですね。こちらはリビングの窓の反対側になります。こちらにもたくさんの植物が飾ってあります。
ちらはめちゃくちゃ立派なマランタレモンライムでございますね。とてもボリューミーでかっこいいです。そしてこちらホヤになりますね。こちらも綺麗に垂れ下がっております。やっぱりこのホヤのツヤツヤ感すごくいいですよね。そしてお隣にはフィロデンドロントータムのハンギング、とてもおしゃれですね。この組み合わせぜひ参考にしたい。そしてなんとグリーンバイブス1周年記念のノベルティーボールペンがこちらにありますけれども、グリバイオーナーはなくしてしまって幻のボールペンになっております。ありがとうございます。でこちらにはスキスマットグロティスが置いてあったりとか、ペゴニア、ユニークな柄をしたペゴニアが並んでおりますね。こちらがお気に入りだそうです。そしてなんとこの絵は高校時代にご自身で描かれたそうです。めちゃくちゃうますぎじゃないですか。あの同居人と呼んでいらっしゃるそうです。同居人素晴らしい。はい、アグラネマゴースト、フロリダゴースト、ゴーストつながり、素晴らしいところにゴーストゴーストが置いてありますけれども、あとはスイカペペが結構ボリューミーに育っておりますね。素晴らしいです。そしてこちらもアグラオネマになっております。こちらもだいぶボリューミーで華やかですよね。とても大きく元気に育っていらっしゃいますね。ツヤツヤ。そしてこちらの下にあるのが芋から育てたアロカシアポリーたちでございます。もう3鉢もあるんですね。上手に育てていらっしゃいますけれども、ミニミニで可愛らしいですね。はい、という感じで今回は、ルームツアー後編をお送りさせていただきました。ちなみにサーキュレーターは24時間回していらっしゃるそうです。ぜひ参考にしてみてください。ということで改めまして、今回の動画のご提供どうもありがとうございます。皆様もぜひディスプレイの参考にしてみてください。そしてぜひ概要欄から全編ルームツアーもご覧ください。それではご視聴いただきありがとうございました。グリーンバイブスでした。この動画が良かったと思った方はぜひ YouTube チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。そしてお店の情報は概要欄の Instagram で更新しておりますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。それではまた。